はい、こんばんは。はい、あのですね、こんにちは。ここは JR 九州の後藤寺線の船尾駅です。まあ、非常にここへのアクセスはめんどくさいんですが、後で路線図でもって一応皆さんに現在地もお知らせします。ここは JR 九州の駅の中で私は一番汚い駅だと思いますし、 JR の方もどこが一番汚いかっていうんでここを挙げたらば多分納得されるんじゃないかと思います。悪口を言うつもりはないんですが、事実としてここは一番汚いと思います。まあそういうところ、そんなに猛烈に不潔とか、ね、不潔ってわけじゃないんですけど、まあ汚い。なんならあんまりにも声をたくさん出していると私は喉がおかしくなるかもしれません。ここはですね、筑豊という地区でして、まあ、この周りでは石炭がたくさん昔は取れたんですが、まあ最近も取ろうと思えば取れるけれど、あの人件費の高騰に伴って、まあ、日本人には働いてもらうのやめましょう、炭鉱閉山ということで、石炭の産出は基本的にやっておりません。そんなところでございますが、まあ、ともかくですね、早速見ていただきますと、はい、後ろでございます。これね、何かこう工場がガー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 うなってると、こんな目の前 で九州で一番汚い駅とか言うとね、なんかちょっとこう JR 九州に失礼なとか思う方もいるかもしれないですけど、まあ事実としてね、本当に汚いんですよ。これですね、黄色い線ですよ。これね、黄色い線の内側にお下がりください。本当に黄色いのか、これ黄色いですよ。これね、元は黄色かった線、はい、こちらをご覧くださいませ。こちらはですね、元はオレンジだったベンチですが、なんか雑巾で拭いたような跡みたいなのありますけど、うわー、思ったよりは汚くなりませんでしたが、手がパサパサになりました。この辺などうわー、わかりますかね、ベンチの表面をこんな風にね、擦ると手が結構粉っぽくなります。っていうか汚いんですよ、この駅は。こんな風に、これはなぜこんな風になってるのかって、まあ、JR 九州がもちろん悪いわけではなくてですね、ここに駅があることが不幸なんですけれども、まあ、私はただこの駅の様子を見に来て面白がっているただの観光客ですからいいんですが、こちらにですね、自動車が置いてございます。自動車ですよ、これ。いつも通勤かなんかで船尾駅使うんでしょうね。見るとね、屋根が結構汚くなっちゃってるんですよ。向こうの車なんかね、もうフロントガラスのところ、こんな風にワイパーの跡が残っちゃってる。まあ汚い。そんな中、後ろからトラックが来まして、後ろに砂煙を巻き上げていきます。もうこれは絶望的です。ここに路線図がありますんで、船尾駅がどんな場所にあるかをご紹介します。まあこれが船尾駅なんですけども、ちょっとね、分かりづらいんですけどね、この路線図だと、ここに、筑豊本線という路線が通っています。この黄色い路線ですね。で、それからこの下に、こちらは日田彦山線というのが通ってまして、それがこの辺りでは近づいてきているんですが、その間を連絡するような形で後藤寺線というのが設けられています。まあ、しかしこの後藤寺線はもともと別にですね、これを連絡するためにこことここをつなげるための路線というよりは、ここからも、このすぐ近くに炭鉱があったので、そこから石炭を積み出して、この貨車に乗っけて、まあ、どっかへ運び出す、多分こうやって運び出してたんじゃないかなと思うんですけど、運び出すための路線でしたし、この下鴨というところからもですね、この飯塚の、まあ、この辺にあった、駅と、まあ、これ、下山田かな、それをこう結べる漆尾線という路線があってですね、それは廃止になってしまったので乗ってないわけですが、当然ですね、ここにもまた石炭積み出し用の路線があって、この筑前省内でもまた石炭を積み出していたと。で、この船尾駅ではうんぬん、まあ、また後ほど、お話しいたしますが、まあ、見てわかりますかね、この駅はね、石灰の産地なわけですけど、それで粉が飛んでくるっていうのが結論なんですが、船尾駅もまたこの石灰というわけで、各駅でそれぞれちゃんとね、目的がある重要な路線だったんですよ。現在ではそういった貨物列車、石炭を積み出したりというか、そもそも石炭産業自体がありませんので、石炭とか石灰とかを積み出す貨物列車というのはやってきません。しかし筑豊の石灰産業はまだまだ元気です。これは大変頼もしいことですが、まあ、石灰というのはやっぱり粉が出ますんで、石炭は多分ね、また黒い粉が出ていて、まあ、筑豊は黒い粉にも覆われていて、今度まだ白い粉が残っていて大変なんだろうとは思いますが、産業があるのはいいことです。向こうに見えます山、あれはですね、河原山という山なんですが、左から三つ小の山と言いたいところですが、3つ目のコブが平らになっています。もともとは3つあったのですが、あの山には石灰がたくさん詰まっておりまして、それを上から崩していくことによって、どんどん高さが低くなり、そして今一番右側にあるコブは完全にもうなくなってしまいました。私も2年ほど前にここに来たんですが、その時よりも随分このコブは小さくなっているような気がします。
そして昔はこの船尾駅からこの脇のあった広大なこの線路を使ってですね、貨物列車が、石灰を積み出していたんですが、まあ、現在はその工場の中に、多分ここにね、こう線路が敷いてあって工場の中に入っていたんでしょうけれども、トラックとかああいうダンプカーによる輸送の方がいいということで、次々ああいった車はね、工場の中に入っていくんですよ。しかしもちろん列車は1時間に1本片方向にやってくるだけ。まあ、ちょっと寂しくなりましたが、この工場自体は変わらず元気です。こっちにも工場がありましてね、もうほらほらほら、どんどんいろんなのが来てますよ。あっちからもね、またなんかタンクローリーみたいなやつが来ました。駅からももう目の前、本当に目の前にこんな立派な工場、ちょっと何をやってるのか分かんないのが残念なんですが、操業していてゴーゴーと音が立っています。ここはね、あの石灰の粉が飛んでくるというだけではなく、音もまたうるさいんですよ。いろんなコンクリート、石灰などを運び出す車が通りまくりますんで、巻き上げられた石灰の成分によってもうここはこんな風に真っ白になっています。こんな、もうちょっと汚すぎるな、これ。向こうの方はね、まだ幾分かマシなんですけども。ちなみにこの踏切の名前、阿蘇専用踏切と申します。まあ、これはですね、もともとこの奥にあの線路が通っているという話をしたんですが、踏切自体がもう少し本当は奥の場所にあったんですよね。これだけ狭い踏切ではなくて、もっと向こうの植物が生えている奥のところに踏切の遮断機が立っていたのです。で、そこにですね、もう一本レールが通ってまして、もうそれ跡形もなくなってますが、工場の中に入っていった。うわー、工場からなんかいっぱい出てきたな。これからあそこ行くんですけど、ちょっとやだな。まあ、でともかくあそこの中に、この麻生セメント、麻生首相のね、副首相の、親戚の人がやっている会社のですね、専用線という鉄道が直接そのまま入っていって、荷物の受け渡しをするための専用線がここを通っていたということで、この踏切には、阿蘇専用踏切という名前がつきました。しかし現在その専用線はなくなって全部トラック輸送になってしまったので、もうこれは専用踏切というよりはむしろ JR 九州専用踏切、阿蘇専用では全くないんですが、まあ、しかしそれでもね、一応その当時の名残で踏切の名前というのはそう簡単に変わらないので、阿蘇専用踏切の名前がついているものと思われます。まあ、もしくはこの踏切はね、一般の人は渡ることができません。これより先はあのように無断立ち入り禁止となってまして、中に立ち入ることは一切許可されていませんので、まあ、だから多分それもあってね、専用踏切って意味がもしかしたらあるのかもしれない。この阿蘇セメントに用のある人しか渡ることのできない専用の踏切です。まあ、ところがですね、こちら側は公道でして、うわー、またもういっぱいね巻き上げて服も汚くなるわけですが、こんなヤバそうなところでもね、普通に歩いてって大丈夫なんですよ。あそこで今ちょうど何らかの石灰石を、まあ、なんかこう崩したりね、なんかパワーショベルでなんかやるようなことをやってますが、ちょっともう石灰石の煙幕で見えなくなってますけれども、このようにもうもうと煙が吹き出ておりますので、まあ、これがですね、時間によっては逆時間というかね、風向きによっては船尾駅の方向に吹いて、そして駅に降りかかり、駅は粉だらけになるというわけです。この坑道もまたこのように真っ白けです。また真っ白なのは坑道だけではないですよ。この辺ではシダ植物が頑張っていますが、もう表面はこのようにですね、セメントの成分で覆われてしまっておりまして、私もなんかセメントの成分で覆われ気味なんですけど、もうほとんどですね、光合成なんかできてんのかなという感じです。うわー、煙マスク持ってくればよかったな。でも向こうでも人たちとか頑張ってますけど、まあ、あっちはあっちでちゃんと防塵対策はしてるでしょうね。そうでなきゃたちまち肺がんになりそうです。右側で何か石灰の取り崩しをやっていて、この上は、まあ、これでまた石灰をこう運搬しているその道ですよね。でこの先は関の山鉱山といって、立ち入り禁止ということになっているんですが、これより先はまだ立ち入ることができます。ただしこれらの時間帯20分間は葉っぱを置くのは、まあ、ダイナマイトか何かでバーンと爆発するということで、立ち入らないようご協力ください。これはですね、つまりこの先もやはり公道なので、私たちが立ち入る権利は正当にあるのですが、まあ、しかしちょっとすみませんけど、爆発するんで危ないから何かあると嫌なんで、あなたたちに立ち入る権利はあるんだけど入らないでもらっていいですかねと、地元のこの鉱山会社からね、私たちにお願いが来ているというわけです。この辺りの植物、みな白くこのように粉をかぶっているのお分かりいただけますでしょうか。真っ白ですよ、本当に。
枯れてんのか生きてんのかもあまり見分けがつかない。これがビデオカメラだとカメラが補正しちゃってね、この真っ白の世界をよく映せていないのではないかと心配です。この辺などダンプが来る関係で特に白くなっています。本当に真っ白真っ白結界。こんなんでも生育できるっていうのが逆に驚きですよね。この踏切もまたですね、ここに書いてありますけど、もう一個あるのは完了5の1踏切ということですが、この変な踏切は JR 九州によると完了踏切という名前だそうですけれど、まあ、こんな名前の踏切ってなかなかないですけどね、まあ見るとこの辺りでなんか多分まあ量を測ったりするんでしょう。でその設備の前にあるから完了踏切。九州には変な名前の踏切が結構たくさんありますが、特に筑豊地区はすごいですよ。この先もさらに進んでいくことができるようになっています。本当に真っ白。まあ、ただ進んできても工場関連の施設しかありませんし、本当に入っていいのだろうかとだんだん不安になってきます。しかし禁止書を書いてなければ基本的に行動だと思って大丈夫です。基本的に、ね、責任は取りません。まあ、当たり前なんですけど、この辺ね、工場の関係ある人、まあ、運搬の方とか工場の方とかそういう人しかいませんので、すれ違うのがほとんどダンプばっかりですし、まあ、かなり場違い感はあります。まあ、でもね、ダンプの方と目を合わせるとね、結構ニコニコしてあの優しい顔でね、うおーみたいな感じであの見てくれたりとかしますんで、まあ居心地は悪くありませんけど、でも長くいると目がなんか霞んできたり喉が辛くなってきたり、いろいろ問題は起こりそうだな。さて駅の方に戻ってきましたよ。あのね、最初に船尾駅に着いた時にはうわ空気悪いなと思ったんですけど、さっきの奥の方のもうもくもくと煙が上がってるところに行って帰ってくるとなんか深呼吸したくなりますね。まあ、しちゃちょっとまだしない方がいいと思いますけど、これをねバックにね自信を持って、あ空気が美味しいと言える、これなかなかないことです。なおこの駅はもう周りに民家とか特になく、まあ、結構離れたところにありますけれど、あの家とかね、その裏側に行くと結構たくさんあるんですよ。あそこには洋服の青山とかね、あの人が普通に使うようなものもあって、でもそんな人々が住むような街中ではなく、まあ、むしろなんかもう工場のね事務所とかがあそこにあって、なんか工場の中側にこれが入ってきてるわけですよね。だからこれ工場のあの施設の一つみたいな役割なんですよ、もはや。で周りにも本当民間人っていうか、あのこう工場関係者以外が使うようなものは何もないし、だからもう工場の入り口のね内側の方に来てから、中に工場施設の一環として作られた駅だったけれども、しかし貨物列車はもはや現在ダンプカー、トラック輸送などに変わってしまったので、姿を消してこの旅客駅、普通のお客さんが利用する鉄道駅がこんな変な立地であると。だからこそ工場の煙もねこれだけあのすぐ近くにこうかかってしまう。だからこんなところで生活したくないじゃないですか普通。だけどもあの駅はあのこういった経緯からここにずっと設置をされ続けていると、まあ、そういうわけでしたね。ご当地線船尾駅、私の九州で一番好きな駅であり、九州で一番汚い駅、いや日本で一番汚いんじゃないですかね。九州でって言いましたけど、ここより汚いにピタッと当たるような駅ってなかなか日本にはないですよ。日本一汚い駅ということにしましょう。じゃあどうもありがとうございました。あ、ちなみにあの日本一汚いけども、これがあれですよ、産業のね、盛んな様、それの、まあ、副産物であると。まあ、だからこれはあのそれだけ盛んにですね、石灰をどんどんこう運搬して、もしくは加工して、そしてあの日本がどんどん力強くなっていくと、まあ、そのね、あのありがたいこと の裏返しで現れでもあるわけでして、まあ、誇るべき汚さというのもいいかもしれません。だからあの今回別になんか船尾駅をディスる目的で出したわけじゃなくて、まあ、むしろこの盛んなね、あの石灰産業の筑豊、の白ダイヤと呼ばれている、まだまだ元気なこの産業の様子を皆さんに見ていただきたいと思って動画を制作したのですから、その点は皆さんにもご理解いただければと思います。ではどうもありがとうございました。列車も石灰を上げながら来ました。じゃあ乗車口へ急がないとね。